最近やっぱ暑くなってきたんでね、蚊が大量発生してるんですよ。そういう時はこの蚊がいなくなるスプレー、ローズの香り2400。はい、お疲れ様でございます。今回100円ショップでね、こちらの もうちょい左や、こんなもん。今回こちら100円ショップでくるくる毛玉取り、これが見つかったの、見つかったっていうかね、面白いのあったんで購入してきました。毛玉取る商品みたいですね。アルカリ炭酸乾電池日本仕様別売り。はい、それでは早速開封していきましょう。毛玉取って見違えるほど綺麗。何電池ボックスのカバーを外し、めんどくさい。もう、まあ、開けていきます。使ってなんぼや。はい、あれ雑いな。わ、全然取れへん。いや、結局閉まったままかよ。あ、ちょっとこの下り長いな。カットしましょうか。はい、こちらですね。はい、それでは早速使っていきましょうか。あれ、これどうやって開けるんですか。あ、なんかついてる。ハケみたいなのがついてますね。ちっちゃいハケみたいなのがついてます。そしてここに毛玉が入るんですか。これをスライ、どうやって開けるんですか。ここを押して炭酸乾電池2本ですね。はい、ここにセット式していきますね。興味ね、このマンガンって、それはいいんですけども、ね、はい、こうして、お、これプラス上両方っていうことですか。はい、これで蓋をしますと。そしてこれを、あ、これカバーを外して、ああ、怖いな。そういうことじゃないんか。歯がついてますね。これこのまま回したら回るんですか。わ、めえ、回らへん。安全カバーみたいな。これ閉めんと回らんっていうことですか。あれ、どういうことや。え、どういうこと。失礼しました。電池を完全に逆ってましたね。こちらマイナスでした。書いてました。いや、今ので壊れたかもしらんな。え、大丈夫かこれ。完全に電池の極性間違えるてね。おお、めっちゃ大きい音鳴る。そしてこれカバー出て外すんですかね。え、これやと危ない、ね、この青い部分だけ外したいんですけど。え、説明書読んでないからか。いや、この青い部分、このカバーだけ外れましたね。そしてこれで、めっちゃなんか歯が回ってるっぽいですね。ちょっと服持ってきますね。ちょっと毛玉ついた服ってあんまり持ってないんですけど、これが比較的まだ毛玉あるんかなと思って持ってきました。それでは早速使っていきましょうか。もうちょっと下ですか。はい、それでは早速使っていきます。はい、あ、なんか取れてる。すごい。あ、なんか取れてる。あ、これカメラで伝わりますかね。あ、取れてる。毛玉ですね。これもうちょっとやっていきましょうか。はい、こちらの商品結構いいですね。100円の割に結構毛玉取れてますね。そしてこのケース、ちょっと蓋開けてみましょうか。あ、取れてる。これを見てください。毛玉ですね。そして、うわ、めっちゃ汚い。どうも、ここを回転して、こっからですね、ちょっと指突っ込むと危ないんで。お、すごいですねこれ。ちょっと危ないんですけども、この歯が回転してちょうどの高さに毛玉が調整されるということです。これ、あ、危ないね、やめてくださいね。この歯が回りますね。あ、これ100円にしては結構いいんじゃないでしょうかね。
あカバーセンターめっちゃゴミ取る。はい、この波形をこれ掃除用なんですかね。ちょっとよくわからないんですけど、こちらのくるくる毛玉取り100円の割になかなか良かったんではないでしょうか。またこちらの商品ですけどもね、分解してなんかに使っていきたいなと思います。多分冬限定で売ってると思うんで、売り切り商品やと思うんですけどもね、1台ぐらい買っといたらいいんではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。